数学が好きになりたいなら数学ガールがおすすめ。数学に興味はあるけど学校の勉強は苦手だった。そんな人にぴったりな読み物が数学ガールです。この動画を見れば数学を楽しむ心構えがわかります。苦手を克服したいならぜひ見てください。数学ガールシリーズは数学がテーマの青春小説です。ライトノベルのようで読書が苦手な人も読みやすい。多くの本が出ていますが2つのシリーズに分類できます。数学ガールシリーズと数学ガールの秘密のノートシリーズ。前者は高校数学初歩を前提に大学数学レベルに挑戦するもの。後者は中学高校数学レベルで数学が苦手な人でも読めます。著者の結城博さんはもともとはプログラマ、技術ライター。数学が専門ではありません。でも目線が鋭い。初心者の目線でごく簡単な数学にも疑問を積み重ねています。教科書で与えられた数学を受け入れるだけではない。数学を自分の頭で考えるにはどうすればいいか。数学ガールはそこが感じられます。数学的内容は初歩的だったり、あるいは駆け足なことはあります。しかし単純化をしすぎて数学的に間違いを書く感じはありません。数学部分は数学者にチェックをしてもらっているようです。数学ガールを初めて知った時、実は自分向けではないと感じました。小説要素ガール部分が合わなかったんですよね。特にキャラクター性を持たせるための語尾や口調、古のオタク萌え文化を感じます。しかし青春小説やラノベ、ラブコメって好みが出るものです。文字で独自の世界を作る小説はそもそもとして人を選ぶでしょう。しかしある時、数学が専門でない友人が数学ガールを読んで楽しかったと聞きました。そこで改めて読んでみたら面白かった。思ったよりちゃんと数学の話をしているんですよね。例えばガロアを扱っている一般書だとガロアの電気的エピソードが多く、数学部分をほぼ扱わない本はよくあります。逆に数学者が書いた本だと一般向けと銘打っていても実際には難しすぎる、両極端なんです。数学ガールのガロア理論は地に足をつけた話です。小説のフレーバーとしての数学を超え、ちゃんと数学しています。数学者が出てくるフィクションでも数学に踏み込まないものは本当によくある。数学ガールは教科書ほど深く完全に語れているわけではありません。しかし僕が知る一般書の中では最もバランスが取れています。そういうわけで一般向けの数学の本としておすすめです。書店や図書館にシリーズで置いてあることも多い。自動書コーナーにハリーポッターがあるように、数学コーナーに数学ガールがある。シリーズを通して多様なテーマを扱っているのもポイント。教科書でない本でかつ数学がテーマの本では一番有名ではないでしょうか。高校数学がわかるなら数学ガールシリーズを、数学が苦手なら秘密の音シリーズを、概要欄からチェックしてみてください。ウェブの情報が充実していて試し読みもできます。数学ガールでは学校や教科書で教えられない、でも大事な話が書かれています。数学ガールの誕生、理想の数学対話を求めて、その誕生や理念がわかる本です。ここから本質を3つ抜き出して紹介していきましょう。1つ目は数式は読み飛ばしてよいこと。驚きの内容です。数学ガールの冒頭は次の通り、もしも数式の意味がよくわからない時には、数式は眺めるだけにしてまずは物語を追ってください。これで勇気づけられて本が読めた人もいるようです。僕は数式混じりの本に苦手意識はありません。それは書いてある数式がすぐ理解できるからじゃないんですよね。適度に読み飛ばしていいと知っているから安心して読み進められるんです。もちろん数学の教科書をきちんと読もうとするならば数式は避けて通れません。しかし精読は唯一の読み方ではありません。特に初心者や数学が苦手な人は理解できないことを気にしすぎてしまう。わからないことは普通なので最初は眺めるだけでいいんです。よく考えると数式を必ず理解して読まなくてはならないとしたら、数学の本を読める人は相当限られます。まず一般書にはなりえません。
実質的に数学に慣れていない人は読むな、の意味になり得ます。もちろん、読める数式は読めばいい。でも、読めないことがあっても気にしすぎない。読書、学びにくじけないための大事な考えです。二つ目は、わからないと言って大丈夫。学校の授業では、本当はわかっていなくても、わからないと声を上げるのは難しいです。集団の教育では、素直な不安が抑え込まれてしまう。数学ガールの兄弟の会話では、妹から兄への信頼が見られます。お兄ちゃんにならわからないと言っても大丈夫。一回わかったと言った後、やっぱりわからなくなったと言っても大丈夫。お兄ちゃんは絶対に怒らない。学ぶ上で安心して言いたいことを言えるのはめちゃめちゃ大事。大学数学でもわからないことははっきりわからないと認めるよう教育されます。ただ、教える側はその精神をもっと強く押し出さないと学生や一般の人に伝わりません。わからないことやできないことを咎める風潮は社会にありふれています。はったり、見せかけの方が無難なことは多いのです。しかし、高度な数学は、はったりが聞きにくいです。一次関数のグラフや傾きがわからないのに、微分がわかるわけがありません。自分に正直になって、わかるところまで戻って学ぶ。これが遠回りのようでいて、数学学習の一番の近道です。ただ、正直にわからないと言えと言われても、最初は不安なもの。わからないと言って良い安心の関係性を作る。数学ガールはその大事さを教えてくれます。3つ目は自分の知らなさを突き詰める。著者はフェルマーの最終定理の本を書く前に互いに素という概念を知らなかったと言います。高校レベルの初歩的な話ですが、それを最初は知らずに長難問の本を書こうとする。それを公に言えるのは勇気があるし、同時に誠実だと思いました。数学においてただ知らないことは悪ではありません。数学をきちんと学んでいる人には学問的な謙虚さが備わっています。つまり知らないことを知らないとはっきり言える。さらには深くは知らないことを完全には理解していないと宣言できる。著者は数学の文章を書きながらその態度をより徹底させます。書いた文章を見て登場人物のテトラちゃんと対話する。それどういう意味ですか、先ほどの説明と違いますよね、などと書いたものにツッコミを入れていきます。これは数学の学び方として素晴らしいです。人に教えるつもりで自分自身と対話する。詳しくは科学的勉強法の動画で解説しました。おもちゃのアヒルに悩みを話しかけるラバーダック法に通じるものがあります。数学の本を読みながら分かったことを何も見ずに紙に書いてみる。さらに知っているつもりになっていないか、もっとわかりやすくできないか考えるわけです。個人的には、数学ガールは、小説というより、対話集だと捉えています。数学を身につけるためには、受け身で書いてあることをコピーするのではない。人に説明できるレベルで理解しているか、わかっていないことを、わかったことにしていないか、そういう問いかけのやり方、生きた数学のやり方が学べる本です。数式は読み飛ばしてよい。わからないと言って大丈夫。知らなさを突き詰める。数学が好きになりたいなら、ぜひ数学ガールをチェックしてください。概要欄に Amazon のリンクがあります。